思い切って始めたバイト先で知り合った浅見が突然うちに来たいって言い出した時はびっくりしたけど、でも浅見がいるだけで笑顔がどんどん生まれる。それってすごいことだ。今ならそのことがわかる。誰かの前で笑顔になれることの凄さが、大切さが。そうだよね、吉田さん。で、え、今度は後藤さんがうちに来るの？嘘でしょ。髭を剃る、そして女子高生を拾う。第5話、現実。